これから時代劇が始まるでござるよ。ごくび。さすが師範代殿。お見事。これが今日届いた有名なグマッチが転んだの掛け軸でしょう。さすが殿、お目が高いですな。いや、まことにファンキーな絵だっち。これはこれは心が現れますわ。いいでしょう。この転んだところが味があるわけだし。母上、今度の掛け軸はいくらしたの？なんと200万ゴッチしたです。そんなに？この前の海辺のグマッチよりも高いよね。とにかく殿の掛け軸道楽、熱が冷めてくれるといいのですけど。ほんとよね、無駄なものばっかり買って。気のせい大地か。ことだ。すぐに探し出すだっち。はは。しかしこのゴッチ城に忍び込むとは大胆不敵なやつ。大胆不敵だろう。なんか外が騒がしいわね。何かあった？姫様。このゴッチ城に癖者が忍び込んだそうで、姫様もお気をつけください。くせ者、なんか面白そう。出会え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 。そこの者、神妙にいたせ。いかんだろ。いかんな。やるな、参る。師範代、逃げられたドロ。逃げられた。お前たちは黙っておれ。おぞ。もしかしたら二人は双子？いやいや、
ありまして、このグマッチが転んだの掛け軸は父の形見なのです。あなたのお父さんの？はい、父は絵描きでした。でも3年前に病気で亡くなり、手元に残ったのはこのグマッチが転んだの掛け軸だけ。しかしその後それも他人の手に渡ってしまい、ついには行方がわからなくなってしまったのです。今度こちらのバカ殿が手に入れたと噂を聞いて。あ、ごめんなさい。ううん、大丈夫、気にしないで。それで取り返そうと。わかったわ、この鍵軸はあなたが持っていた方が良さそうね。え、そうだ、私がくの一になっておとりになるから、その間に逃げて。ここは私に任せて。私一度くの一やってみたかったのよ。ちょうどいい機会だし、楽しそうだ。それじゃ着ているものを取り替えましょう。どっちがどっちだかわからない。ハピハピッチも可愛いわよ。やった。じゃあうまく逃げるのよ。捕まりそうになったら、星がとても綺麗だから夜のお散歩にとか言っておけばいいかな。姫様はそういうことなんですか？うん、そうなの。でもやっぱりいいわ、くの一姿って。どう？素敵だ。やったとは不届き千番。もう逃げ場はないぞ。神妙にせい。うわ、どうしよう。姫様、来てくれたんだ。こっちも姫様。姫様が二人いるではないか。どうなってるんだっち。次の日の朝でござるよ。そうであったか、父親の形見ならばその娘が持ってるのが一番でしょう。これをきっかけに掛け軸道楽は少し控えることにするし。はっ、はぁ、敵よかったです。ほんと、殿、300万ゴッチで買った木彫りのグマッチの微笑みが届きました。これからは木彫りでしょう。
聞いたな。あれ、どうしたアカ。兄貴、何か落ちているでやんす。え、何かのスケジュール帳のようでやんす。これを落としたやつはやたらと忙しいようだね。ようわからん。で、お前何してんだよ。だ、ダメだろ、勝手に落書きなんかしちゃ。この頃なんで噂が集まらないだわさ。あ、なんだわさ。誰かの落とし物のようだわさ。1S、2S ってなんだわさ。アンデカ、ゴチキ、ラブイツ。え、ニュースだわさ、ニュースだわさ。お、今日ボッチャ森でコッチマンのロケをやるだわさ。それは本当ですか。本当だわさ。午後の3時からやるだわさ。とどめだ、ブラックハット。製の制服スケジュール帳を作るぞ。いいか、今までスケジュール帳がなかったからダラダラと日々を過ごしてしまったんだ。この前本屋で見た、できるサラリーマンのスケジュール帳ってやつをな。目標を書き込むだけで君の夢も叶うって。夢が叶う、それはすごいでやんす。これこそたまごっち製制服への近道だ。よし、スケジュール帳を作るぞ。はい、でやんす。ここにもないわ。別の場所に落としたんじゃないの。あっちに行ってみよう。それがすっごく面白いんだって。それでね、マメッチ聞いてる？あ、はい。ここにもない。ラブリッキーは何を探しているだわさ。あ、ほんと。いや、そのなんでもない。間違えちゃダメでしょ、テルリン。さあ、はしゃね。ラブリッチはこのスケジュール帳に心当たりがあるだわさ。スケジュール帳？なんのこと？なんか怪しいだわさ。そんなこと、ただ可愛いなと思っただけ。まるで見たことあるような感じだっただわさ。まさか、初めて見るわ。な、いいだわさ、何か気づいたら教えるだわさ。あ、どうしよう、噂っちに拾われちゃったのか。まずいね、まずいね、これは問題だね。こら、テルリ。はい、デッキ。ニュースだわさ、ニュースだわさ。今日、生玉橋でまたと厚いマットじゃないと危ないじゃないか。すいませんっす。本当です。嘘は言わないだわさ。次は。それは何ですか。ん、これ拾っただわさ。スケジュール帳だっち。あ、ロケ地のスケジュールが書いてある。それでゴッチマンのロケが分かったんですね。でもどうして落とした本人に届けないんですか。誰のか分からないんだわさ。この 1S、アンデカ、2S、ゴチキ、ラブイツとかって何ですか。それも分からないだわさ。うわさっち、勝手に落書きしちゃダメですよ。私じゃないだわさ。一体誰のでしょう。ラブリン、ラブリン、
やあ、マメッチ。僕のクラスメートがあなたのスケジュール帳を拾ったんです。これです。ゴッチマンのロケ日が書かれているから間違いないと思います。すごい。午前中は空きがあるが、それ以外はびっしりじゃないか。私の空白だらけのスケジュール帳とは大違いだ。すごいですね。ゴッチマンはこんなスケジュールをこなしているんですね。こっち。君たち、これは私のではないよ。私のスケジュール帳はもっと埋まって書き込むところがないくらいだからね。そうですよね。さすがゴッチマンです。いや。それで、たまごっち先生服のスケジュール帳、最初に何を書いたらいいでやんすか？それをさっきから考えてるんだろう。これじゃ空白のままでやんす。まずは秘密基地を手に入れよう。さすがでやんす。そして次に、たまごっち製の3分の1を征服するのだ。そして続けて3分の1を、さらに3分の1を征服する。あ、見ろ、これでたまごっち製を全部征服したことになるじゃないか。やっぱ兄貴は天才でやんす。これはすごいぜ。どうだ、もうたまごっち製を征服したも同然だ。それで噂っち、このスケジュール帳どこで拾ったんですか？たまごっちスクールだわさ。え？そういえば、確かラブリッチが何かを探していました。ああ、これはラブリンのです。どうしてだわさ？この前テレビ番組に出た時、スタッフさんたちが1スタ2スタと呼んでました。そうだっち。だからこの 1S は第一スタジオのことですよ。でもアンデカとゴッチキとラブイツは？きっとアンパンデカとゴッチが切るとラブリンと一緒を略したものですよ。なるほど。ラブリンがスケジュール帳を落としてしまって。これですね。ずっと探してたの。本当にありがとう。ラブリンはスケジュール帳に番組名を縮めて書いたりするんですね。スタッフもみんなそう呼んでるのよ。これも番組への愛情表現なの。でもゴッチマンはゴッチマンのままだわさ。そういえばそうね。ゴッチマンって愛されてないのね。それにしても落とし主がラブリンだったなんて。でもなんでラブリンのスケジュール帳がたまごっちスクールに落ちてたんだわさ。聞く。これは怪しいだわさ。あのスケジュール帳には落書きしてありましたよね。うん、下手くそな絵で。だから落書きしたたまごっちがうっかりたまごっちスクールで落としたんじゃないですか？だっち。なんか怪しいだわさん。昨日はありがとう。助かったわ。見つかってよかったですね。ニュースだわさ。なんと何者かが秘密基地を手に入れてたまごっち製を征服しようとしているだわさ。これは恐ろしい。秘密基地だなんて。子供のいたずらよ。制服なんて無理だっち。ほんと？兄貴、俺たちの夢が叶うスケジュール帳笑われちまったでやんす。お前がどっかでなくしたりするからだぞ、バカ。だが今に見ていろ、最後に笑うのは俺たちだ。それはやりすぎだろ、鬼！そうでやんす。Thank you.
たちたまごっち星制服のための強力な味方を見つけたぜ。赤ピポ、野望達成の時は近いぞ。スペイシッチ史上最大の作戦。信じられません。憧れのゴッチマンが僕の家に泊まってくれるって言うんです。ゴッチマンの田舎に泊まろう。見ないと制服しちまうぞ。君も今日からたまともです。今日のたまごっちは噂っち。噂話が大好き。怪しいと思ったことはとことん秘密を追求するよ。